八戸工業高等専門学校は青森県八戸市にある日本の国立高等専門学校。1963年に設置された。略称は八戸高専、八高専。本科一学科四コース、専攻科一専攻四コースを要する。国立高専では初の4学期制を導入している。青森県で初めてかつ唯一の高等専門学校である。 設置の過程では、八戸市と県庁所在地である青森市との間で激しい誘致合戦が起こり、八戸都市圏に含まれる岩手県北の市町村から指示もあって立地が決まった。学生想定員数は856名。女子学生が全体の20%を超える。男子寮・女子寮を整備している。平成27年度から全国51。 国立高専の中では、初となる4学期制を導入した。これまでの前期、後期に代わって春学期、夏学期、秋学期、冬学期、発展学習期間で構成されている。また、単位も、履修単位と学習単位の2種類となり、学習単位の科目については、従来の半分の授業数となった。ありがとうございます。